志望動機を教えてください。はい、ここだって上辺だけには感じが、私の感じで志望する理由は、どうも、シュンダイリーメンバーのヒーです。結論から申し上げますと、サントリーに入りたいんです。ということで、今回サントリー元社員の豊真根さんにお越しいただいて、私の志望動機を検索していただこうという、ちょっとわがままになってしまったんですけれども、そういう企画でございます。ということで、豊真根さん自己紹介をお願いいたします。はい、元になってしまいましたが、サントリーの豊真根です。今はパワポ芸人というのを、なりまして、治療作成の効率化とか SNS の運用とかを事業として努力しております。よろしくお願いします。それでは大塚さんのサントリーの志望動機を教えてください。はい、私のサントリーの志望動機は2つあります。1つ目が幅の広さと可能性の大きさ、それに伴う成長可能性です。2つ目が生活文化の創造です。以上になります。幅の広さと生活文化の創造。はい、そうです。じゃあ具体的にもう少し教えてもらえますか。はい、ちょっと1点目からお話しさせていただきます。1点目、御社はビールやウイスキーというような飲料だけではなく、ハーゲンダッツだったりクロントだったり、さまざまな事業を展開してらっしゃって、でかつ日本だけではなく海外でも、売上を伸ばしているということで、市場の大きさがとても広いと感じております。そしてその各ブランド商品も商品企画だったり、原料調達だったり、ブランドマネジメントだったり、さまざまな形で携わるということで、御社でのできることというのがとても大きいというふうに感じております。私はこれまでアルバイトを5、6個経験してきて、それがもともと自分が好奇心を持って新しいことに取り組むのが好きというのがあるので、それを御社でも続けたいということで、いろいろなことを経験することによって自分の視野を広げる、そういう成長につながるというふうに考えております。サントリーの中でも一つのことをずっとし続けるんじゃなくて、最初お酒のことやってから、じゃあこの外食の方行って、ハーゲンダッツの方行ってという感じで、はい、いろんなところを経験してみたいと思いますか。はい、そういうことです。わかりました。じゃあ2つ目の生活文化の創造の方について教えてください。はい、御社は生活文化の創造という点について、そこの他の飲料メーカーの違いだなというふうに感じているんですけれども、ただ商品として価値を提供するだけではなく、例えばコーヒーだったら、チリチリサラダと飲むようなクラフトボスの文化の提供したりだとか、新しいウイスキーの飲み方の提供だったりと、文化という提供についてすごくオリジナリティがあるんだなというふうに感じました。そこで私が成し遂げたいのが、日本文化を世界に向けて輸出する、世界で創造するということを考えております。というのも、私はすごく緑茶の文化が好きで、海外で生活していた時にグリーンティーすごく美味しいよねって言われたんですけれども、全然街ではまだ浸透していなくて、とても希少品という印象でした。そこで御社での文化の創造というのを実際に今海外展開もしてらっしゃるということで、緑茶の新たな飲み方を世界に広めていくというような関わり方で文化の創造を成し遂げられるんじゃないかなというふうに考えました。では豊真根さん、私の志望動機のコーヒー発表をお願いします。じゃないですか。ありがとうございます。勉強してんだろうなっていうのが伝わってくるなと思って、すごいそういうところも抑えてんだっていうのはありましたし、あと生活文化の創造っていう話はサントリーが昔から取り組んでることもあるし、俺が信頼の動画で熱く語っていたことでもあるので、すごくこうサントリーの都合を抑えた志望動機になってるんじゃないかなと思って。ただ、あえて言うんであれば、もうちょっと聞きたかったなという気がして、私のサントリーを志望する理由は、強い原体験がない人は、どのようにしたら